最上広域市町村県事務組合は、山形県新庄市及び、最上郡金山町、最上町、船形町、間室川町、大倉村、酒川村、戸沢村の一市四町三村で構成する一部事務、組合。出展、最上広域市町村県振興整備計画の策定、計画に基づく事業の実施及び連絡調整に、 関すること消防及び、救急業務に関することごみ処理施設の設置及び、管理運営に関すること資料処理施設の設置及び、管理運営に関すること教育研究センターの設置、及び管理運営に関することへ、移住処理施設の設置及び管理運営に関する、こと広域医療システムの整備に関すること、広域交流拠点施設の設置及び管理運営に、 関すること総合開発センターの設置及び管理運営に関すること最上広域駐車場の設置及び管理運営に関すること2019年7月1日2019年7月1日現在2019年7月1日出展最上広域市町村県事務組合消防本部は新庄市最上群を管轄する消防部局出展ありがとうございます